拳銃。拳銃は、片手で射撃するために、デザインされた銃の総称である。小型で携帯性、秘匿性に優れており、主に個人用に使用される。拳銃と表記されることもあり、他に、単銃、ピストルとも呼称される。日本の防衛省では、剣、拳銃を、英語のピストルに対応するごとし、片手で保持して照準し、弾丸を発射できる銃。 と定義している。ヒナー銃が伝来した直後から日本でも製造されており、江戸時代までは単刀、馬上刀などと呼ばれていた。洋式火器が輸入されるようになった幕末から単銃、ピストルと呼ばれるようになり、これらは拳銃と並んで、現在も一般的な故障となっている。両手で扱う他の火器と比較して、次のような特徴を持つ。拳銃とは、 英語のハンドガンが日本で訳された言葉である。拳の字に対して、常用漢字表では、剣の読みが認められていないため、官庁やマスコミなどでは、単銃と呼ぶか、または、剣銃と混ぜ書きにすることが多い。また、暴力団関係者の間では、弾き、茶ゃといった英語で呼ばれている。この種の小型で重心が短く、 片手で射撃可能な銃を刺すものとして広く用いられる。ピストルの語はイタリアのトスカーナ州北部にある都市であるピストア、ピストアに由来するとされ、1540年頃にこの町に住む銃口カミンロビテリー、カミロビテリーが発明し、それがヨーロッパでこの種の銃を刺すピストルの語源になったという説がある。日本語としてのピストルは直接的にはオランダ語。 の発音が語源である。ただし、米国で単にピストルというと、普通は自動拳銃を刺し、回転式拳銃はリボルバー、リボルバーと呼ばれる。現代では、将校、狙撃手、車両及び航空機の乗員などに、ご信用として自動拳銃が支給されるのが一般的である。対して、一般の不評部隊ではごく限定的な数が運用されるのみである。 拳銃は一般的な火器と異なり、ストック、重症やフォアグリップ、前方銃波の類いが存在しない上に、そのものが軽量であるため制動が難しい。そのため、射撃には、習熟が必要な上に、命中精度が低く、野戦において、小銃類に対抗することは不可能に近い。中近距離の戦闘においても、アサルトライフルや短期間銃といった、 自動火器に比べ、有効射程や発射速度が絶対的に不足しており、不利は免れない。わずかに室内などの数メートル以内の近接戦闘で対抗しうる程度である。さらに、小銃弾に比べて殺傷力、ストッピングパワーが低い上に、現代の不評が着用している、ボディアーマーや戦闘用ヘルメットを貫通すらできない、場合が増えている。それに加えようとの限られる。 拳銃弾の補給は兵隊への余分な負担となる。しかしながら、実用上の不利にもかかわらず、副武装、サイドアームとして、未だに、拳銃は現役である。つまり、自動小銃や軽機関銃などの主武装を失っても、丸腰にならずに済むという心理的重足に、小型で携帯性が高い拳銃が適している。特殊部隊のように特別に訓練、予算が充実している部隊は、 拳銃の訓練をする場合が増える。同様に先進国では、軍隊の職業軍人化によって、兵士一人当たりの訓練、予算が増加し、拳銃訓練を施される兵士の割合が増える、傾向にある。とはいえ拳銃を傾向するのは、負担になるため必要な任務に限られることが多い。火縄銃の時代から存在した。日本では担当、片手用、あるいは馬上刀。 両手用と称した。しかし当時の拳銃は単にひなわ銃の重心を短くしたものに過ぎない。そのため取り扱いの手間もひなわ銃と全く同じであり、サイズこそ小型であっても、ポケットや懐に隠し持つことなど不可能な白物であり、現代の拳銃のような五身用に使えるものではない。また、片手で撃てるように反動を減らした場合、前装式なので火薬の量の調整は容易である。 威力不足で実用に耐えない場合もあった。しかしながら、重心にライフリングが施されていない当時、重心を短くした拳銃であっても、命中率は普通の小銃に比べて、さほど劣らない利点もあった。これらは主に騎兵銃として運用された。蒸気の馬上刀という名称は、そこからの命名である。伊達政宗は、大阪の役において、騎馬鉄砲隊を編成し、 後藤元次郎を打ち破っているが、真田信繁には破れている。以降の日本では戦乱が収束したため、これ以降の進歩は途絶えた。一方で、西ヨーロッパでは騎士と呼ばれる重装の槍騎兵が衰退し、30年戦争頃までには拳銃で装備した強硬騎兵が重騎兵の主流になった。30年戦争において、スウェーデン軍はより軽装にした。 強行騎兵を代々的に運用し、他国でも模倣された。また、銃の点火方式が、火縄からフリントロック式に移行すると、懐に隠し持つことも可能になり、護身用として用いられるようになった。銃身にライフリングが施されるようになると小銃と拳銃の命中率の差が顕著になった。一方で技術の発達により、銃が軽量化されていくと、 小銃より若干重心が短い程度の騎兵銃であっても騎兵用としての要求を満たせるようになった。そのため騎兵用の主要装備としては、拳銃は次第に用いられなくなっていくが、サーベルや槍を主要装備とする抜刀騎兵、槍騎兵の補助装備として用いられることはあった。リボルバーが、そして20世紀初めには自動拳銃が発明され、連射能力を獲得した。 それに対して、当時の小銃はまだ手動装填で、連発能力が低く近接戦闘は銃剣に頼っていた。そのため拳銃の有効射程内なら、小銃に対して優位に渡り合うことができた。この時期の拳銃は、将校や可視館の護信用として存在感のあった時期といえる。小型であることから第一次世界大戦では、残酷専用の武器としても使用された。しかし、 対戦後期には発射速度で拳銃を圧倒する短期艦銃が実用化され能力不足を露呈し始めた。引き続き昇降下士官の護身用に使用されたが能力不足が目立ち短期艦銃やカービンに置き換えられることが増えた。さらには末期のアサルトライフルの実用化により主要な兵器としてチンプカスに至った。不評の防弾装備の発達から拳銃弾の 威力不足が顕著になった。さらに拳銃弾を補給する負担を減らすという意味もあり、護身用途も短縮小銃、特にカービンモデルのアサルトライフルに変えられることが増えた。警察官の基本装備として各国で広く使用されている。かつては安価で扱いやすく信頼性が高いリボルバーが一般的だった。米国などでは犯人側の重武装化に対して 相談数の不足が目立つようになり、現在ではほぼすべて横断数のオートマチックへ移行した。豊かな地域や使用機会が多い地域を中心に自動拳銃が主流となりつつあるが、使用機会が貴重な日本では、リボルバーは軽量である、管理が楽、薬莢が排出されないなどの理由から主流となっている。また一方、中国の武装警察のように、 既存装備のオートマチック拳銃を新開発のリボルバーに切り替える国もある。従前の軍用拳銃の流用では、警察用として威力が課題であること、ゴム弾が使用できることが理由という、信号拳銃と呼ばれる専用の拳銃が存在しており、軍隊や民間で連絡や遭難時に使用される。隠し持てるため犯罪に対応される。そのため所持規制を課している国家が多い。 一部の国では市民が自衛用に所有することを認めている。購入して自宅に常備。持ち歩く携帯は別の許可を要する場合が多い。ただ、市民の銃が犯罪に悪用されたり、子がいたずらして暴発事故に発展したりすることも多いため、常に議論の対象になっている。射撃競技のピストル種目に使用する。最初から競技用として設計されたものと、 すでに製造された銃を競技向けに改造したものがある。拳銃の民間所持が認められている国では、猟銃と共に拳銃を持ち歩くハンターがいる。その目的の一つは、大型銃に遭遇した時の護身用であり、散弾銃に散弾を装填したままでは、突進を止められず、かといって、スラック弾を装填し直す時間もない場合に、大型拳銃で対処することを想定する。 あるいは動きの速い狼や毒蛇に対して、長い重心の散弾銃やライフルでは、補足が困難で、取り回しの良い拳銃を持ち歩く人もいる。また、ウサギや鳥などの小型動物を取るときに、高価な両銃弾の使用を避け、食べる部分を損なわないように拳銃を使用することがある。拳銃には、単発式、副銃心式、回転式、自動式といった種類に対別される。 一本の重心を持ち、一発の弾薬しか装填できないものを単発式と呼び、単発式の重心を複数にして、連射、正射できるようにしたものを副重心式と呼び、前層式重機の時代から様々な形式のものが作られた。あとに、重心鋼担を切断して、ここに回転式の断層、シリンダーをつけたものが作られるようになり、これが、 全装式回転式拳銃へと発展した。弾丸と火薬を一体にした薬莢が用いられるようになった時代から、これを装填するために重心部と機関部の間で二つに折って装填できる形式のものが作られるようになり、単重心四連重心程度のものが製造されてきたが、本数が増えるだけ重量が増すため小型の製品が多かった。デリンジャーは、 上下二連重心の小型拳銃で、中折れ式拳銃の代表例であり、手のひらや袖の中に収まるコンシールメントエポン、つまり隠すのが容易で、目立つ拳銃を取り上げられた場合の最後の抵抗手段としても有名である。41リムファイアのレミントンダブルデリンジャー、22LR のハイスタンダードデリンジャーなどがある。1865年に、 第16代アメリカ大統領リンカーンの暗殺に用いられたのは前奏式の単発小型銃フィラデルフィア・デリンジャーであり、これが有名となったため、小型拳銃の商品名として、デリンジャーという名称が多用されるようになった。近年では、重心と撃鉄を交換するだけで様々な弾丸を撃つことができるトンプソンコンテンダーがシルエット競技、重い鉄板を撃ち倒すで人気が高い。 リボルバーとも呼ばれる。中に薬室を複数収めた、レンコン状の回転式断層、シリンダーを有するのが特徴で、相段数は一般に5発か6発であるが、近年の金属の熱処理技術の向上や、口径の関係で7から8発のものもある。長んリボルバー等一部のリボルバーを除いて、大体は断層と重心の間に、隙間、シリンダーギャップがあるため、 発射ガスがそこから放射状に飛散する。このためサプレッサーをつけても効果が制限的である。シリンダーの保持方法によって、振り出し式、スイングアウト、中折れ式、トップブレークや固定式、ソリッドフレーム等に対別でき、現在最も普及しているのは、スイングアウト方式である。利点として、自動式拳銃と比べて構造が単純、剣道で耐久性を上げやすい。 部品数が少なく、保守も容易であり、実縦装填時の暴発の危険性が低く、信頼性が高い。また、不発が発生した場合も、ハンマーを起こす、シングルアクション、または引き金を引くだけ、ダブルアクションで時段を素早く発射できる。弾頭の形状、装薬量の変化に作動が左右されないため、大口径で高威力のマグナム弾も作られている。価格も、比較的安い。 欠点は、相談数が少ないことや、弾薬の再装填に時間がかかることである。再装填に関しては、スピードローダーという装填器具で素早く装填できるものもある。現在では、自動式に押されつつあるが、個人の護身用、また、発砲機械が少ない地域の警察官用として、リボルバーは、未だ、それなりの需要がある。マイナーではあるが、回転式の 半自動式拳銃が存在する。自動式拳銃とは、射撃時の反動、反動利用式や、火薬燃焼時の薬協定にかかる圧力及び、交代動作、ブローバックを利用し、遊艇、スライド、ボルトと呼ばれる部分を交代させることで、サ射や自弾装填を自動化した拳銃である。q x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾以上の威力の実縫を使用するほとんどの拳銃は、 反動利用式、ショートリコイルの作動機構を持ち、弾頭が発射され、高圧高温の発射ガスが、安全圏に下がるまで重心という手は、機械的に結合したままである。これに対して、380ACP 段以下の比較的弱層の実縫を使用する、自動式拳銃は特に機械的な兵気口を持たず、リコイルスプリングの圧力という手の完成質量、及び、 薬莢の人生によってのみ弾頭が発射されるまでのガス圧をしのぐストレートブローバックまたはシンプルブローバック。英語ではオートマチックピストル、オートマティックピストルまたはオート、オートと呼ぶ。世界初の実用自動拳銃であるボーチャードピストルはトグルアクション方式のショートリコイルを採用してお、この機構は後のルガー P08 に引き継がれている。 一般的な自動式拳銃は、引き金を引くたびに一発ずつ弾丸を発射。はい、さや、再装填を行う、半自動式、セミオートマチック。引き金を引いたままにすると、全自動、フルオートマチックで発射できるもは、マシンピストル、口実と呼ばれ、便宜上は区別される。利点としては、大半の回転式拳銃に比べて、相談数が多く、 かつグリップ内に挿入されている弾層を交換することで装填が簡単にできるため、連射に向いている。後継にもよるが、7発前後から多いものでは15発以上の弾丸を装填できるものもある。専用のロングマガジンを使うことで、さらに相談数を増やすことも可能である。また、ロングマガジンにグリップアダプターという器具をつけて挿入することで、 ホールド感を安定させることもできる。自動式拳銃の断層には、弾丸が一列に収められているもの、シングルカム、単列断層と、幅を広げて、ジグザグに収めるようにしたもの、ダブルカラム、複列断層があり、後者は銃の大きさをほとんど変えずに相談数を大幅に増やせることから、近年では幅広く採用されている。ただし、銃波、グリップが太くなり、 欧米人に比べての小さい、アジア人や女性にはしっかり握りにくい。そのため、自衛隊の拳銃等は、シングルカラムマガジンを採用している。欠点としては、部品数が多く回転式拳銃よりも複雑な動作をするため、整備不良や訓練を受けていないものが扱うと、玉詰まりや破損事故を起こしやすい。マイナーではあるが、 半自動動作する回転式拳銃が存在する。マシンピストル、マシンピストルとは、フルオート射撃可能な拳銃サイズの下記の総称である。通常、セミオートのみの自動拳銃にフルオート射撃機能を追加したものを指すが、自動拳銃に近い大きさの小型の短期間銃を指す場合もある。そのため異なる特徴を持つ2種類の銃を指しており、意味の曖昧な名称となっている。 英語のマシンピストルは、ドイツ語で短期間銃を指す、モスチャイニーンピストールの直訳に当たるが、ドイツ語の意味とは異なり、マシンピストルには、一般的な短期間銃は含まれない。日本の防衛省では短期間銃、期間短銃、機関剣、拳銃、マシンピストルの4つをいずれも区別なく英語のサブマシン、ガンやあるいはマシンピストルに対応するごとし、剣、拳銃弾を、 連続射撃する銃。半自動及び全自動の切り替えが可能なものが多い。と定義している。自動拳銃にフルオート射撃機能を持たせる試みは、残豪専用に拳銃の火力を強化する目的で、第一次世界大戦回戦から間もない1915年頃からドイツで始まった。しかし、高速な発射速度に起因する反動の強さ、集団性の低さ、 装填数の少なさといった欠点があり、残号専用兵器としては、MP18 等の短期間銃が主流となった。短期間銃が普及して以降、小型で短時間に強力な弾幕を張ることができる特徴から、用心警護等の特殊用途での使用が見られる。拳銃にフルオート機能を持たせたマシンピストルには以下の特徴を持つものが多い。短期間銃を小型化した。 マシンピストルには、以下の特徴を持つものが多い。自動拳銃ベースの、マシンピストルの代表例、アストラ M901、ボーゼル M712、H&KVP70、ステッキンマシンピストル、グロック18、ベレッタ M93R、フルオートではなく3点バースト。マシンピストルサイズとされる小型、短期間銃の代表例、VZ61、マイクロウジ、 ステアー TMP MAC10-11 テックマイナス9 9ト、mm、ル機関拳銃。回転式拳銃の基本的な射撃操作と拳銃の挙動は以下の通りだが競技用拳銃などに操作の異なるものがある。シングルアクションとは弾丸を一発撃つごとに手で撃鉄を起こす必要がある銃、または一発撃つごとに手で撃鉄を起こす操作法を指す。 引き金が激鉄を倒すという一つ、シングルの動作しかしないことからこう呼ばれる。西部劇で多く登場する。片手打ちの場合、基本的には、親指でコッキングして、発射準備をする。速射する場合には先に引き金を引いたまま、空いている手の親指と小指で手のひらを仰ぐように、コッキングし連続射撃を行う。この動作を、ファニング、ファニングのファンとは、扇のことといい、 西部劇などでよく見られる。初期のリボルバーにダブルアクション機構がなかったために生じた電車技だが、実弾射撃の場合は一発発射することの反動が大きいので、次弾以降の命中を期するのは固く、空砲を使用した映画やショーならではのパフォーマンスと言える。ダブルアクションとは弾丸の発射に際し、引き金を引くだけで激鉄が起き上がってから落ち、連続で発射が行える機構や、 その操作法のことを指す。引き金が激鉄を起こし、さらに倒すという二つの動作をすることから、ダブルアクションという。引き金を連続して引くだけの簡単な操作で連射できるが、激鉄を起こす余分な力が必要となるため、引き金を引くのに必要な力、トリガープルがシングルアクションより大きいことや、引き金を引く距離、トリガーストロークが長くなり、打ちづらく、 命中精度が落ちるなどの欠点もある。現代のリボルバーの大部分はシングルアクションとダブルアクションの両方の操作ができるようになっているがダブルアクション専用のものもある S&WM4026 年式拳銃など。これは取り扱いに不慣れなものによる暴発事故を防ぐほか格闘時などに偶然もしくは相手の妨害によりハンマーと 弾丸底部を叩く隙間に異物が挟まることで、撃鉄が弾底部を叩けなくなったり、異物学ョンとなって雷管が発火せず、射撃不能になることを防ぐ意味もある。撃鉄を起こした状態から射撃を中止する場合、指で撃鉄を押さえながらゆっくり元の位置に戻す操作、デコッキングの必要があるが、内蔵安全装置を持たない古い時代の回転式拳銃の場合には、 初の可能性があり、危険である。こうした古い時代の回転式拳銃の場合には、撃鉄が起きていない状態でも、落下などにより、衝撃が加わると暴発する、可能性がある。遊戯銃では、実銃にはない安全装置が追加して、設けられていることがある。これを踏まえ、現代の回転式拳銃には引き金を引く操作を、しない限り激震を弾薬に触れさせない。 内蔵安全装置が組み込まれている。以下に一般的な自動式拳銃の操作と挙動を示す。回転式拳銃同様にシングルアクション、ダブルアクションなどの方式が存在するが、基本的に自動式の場合は2発目以降は撃鉄、またはストライが発射準備状態になるため2発目以降は回転式でいうシングルアクションの撃鉄が起きた状態となる。そのため、 ダブルアクションとシングルアクションの違いは、撃鉄が倒れた状態からの最初の発明の場合にのみ、差がある。ただし最近は、撃鉄が起きたままで引き金に軽く触れただけで、発射されてしまう状態を嫌い、回転式のダブルアクションと同様に毎回撃鉄を起こすダブルアクションでどうするように作られたものが、主に警察関係で採用される傾向がある。上記の例は、 あくまで一般的な自動拳銃の挙動である。この段階では、シングルアクションとダブルアクションの違いはない。デコッキング操作などで撃鉄が倒れた状態から、射撃を再開する場合、シングルアクションの場合は撃鉄を引き起こす必要があるが、ダブルアクションの場合は引き金を引くだけで良いという違いがある。大抵の自動拳銃は、暴発を防ぐ手動の安全装置を各種備えているが、 1970年代以降に設計されたものは安全装置の動作が自動化されており、手動の安全装置を持たない銃も登場している。安全にデコッキングを行うためのレバーも装備している銃が多い。発射の意思を持って引き金を引かない限り落下などの衝撃が銃に加わっても容易には暴発、不時発射しない銃が一般化してる。 日本で拳銃の所持が許可されるのは、など、競技用拳銃の所持を除いては、公安的な職務を担う公務員に限られる。BR なお、漁業法に基づく、漁業監督官、漁業監督クリーンには、特別司法警察職員の身分はあるが、拳銃の形態や使用は認められていない。上記に挙げた職種の者がやむを得ず発砲に至った。 場合には拳銃を使用したことが適正だったかどうかを明かすことが多い。蒸気以外のものは、銃法刀拳類所持等取締法で摘発される。特殊な例として、在日米軍の日本人警備員にも許されている。これは、基地内では、米国の法律が適用されるためではなく、日米地域協定による法的根拠による。また、かつては、日本の郵便配達員も、 拳銃を携帯していた。これは、明治初期の郵便制度発足当初、人気のない場所で現金書き留めを狙い、刀を持った強盗が配達府を襲う事件が多発し、また山中には、未だ多かった日本狼が出たことから、欧州に奈良い1873年より配達府に、フランス製の回転式拳銃を携行させたもので、郵便保護銃と呼ばれていた。これは、 警察官がサーベルを持つようになる4年前のことであり、法制度上は1948年まで維持された。日本航空が1962年に一回りヨーロッパ船を開設した際に北極圏で富士機した際に熊に襲われた時の対処用として機内に拳銃が搭載され、パイロットが射撃の訓練を受けていた。現在では航空機の信頼性が向上したため所持は、 認められていない。競技人口の少なさから普及しているとは言い難いが、日本においても射撃競技用としての所持は可能であり、所持許可を受けている者は自衛官、警察官に多いが、若干ながら民間での所持者も存在す。ビームピストル、エアピストル競技で所定の成績を上げた者が対象となるが、公安委員会が日本全国で拳銃を所持できる競技者数を五十人に、 制限している。エアピストルは500人、ビームピストルは許可不要。所定の成績であるエアピストル4段の選手が日本には少ないため、50人の上限に対して常に空きがあり、許可申請があれば認められる状態となっている。また、所持が許可されても自宅に保管することは許されず、通常は所轄の警察署の管理下に置かれ、練習や 競技時には事情を申告した上で持ち出さなければならない。美術的価値を持つ拳銃に関しては、前述の所持枠に関わらず、所持も可能だが、必ず登録が必要である。古式銃として所持が認められるのは1868年、明治元年以前に製造されたことが証明れた銃のみであり、さらに、現代式実法が使える銃はこの条件を満たして、 いても認められない。四国の防休下で幕末に入手されたとみられる S&W、坂本龍馬も所持していた銃は、この規定に抵触るため承認されなかったという、高知県の龍馬記念館にある機種も、運営者が、県、イコール観光庁ではなく財団であるため認められず、撤去されている。21世紀に入ってからは、コルト M185136 後継先込め、 指揮拳銃のは指揮コピーが承認されたという例はある。これはこの形式の弾丸は現在では存在しないので、実弾を発砲することは困難であるというのが承認の根拠であったとされる。急に本軍将校の遺族が、形見として個人の銃器を所持していることがあるが、これらも民間人が個人で所持することは違法である。個人が戦前や戦中に入手したものを家人に内密にした。 まま所有し続け、死後に遺族に発見されるというケースもある。ただし、各都道府県警察はこれらの遺品銃器について、発見時の自主的提出を見かけており、これに応じた提出であれば不法所持として摘発されることはない。一方、暴力団やその還元組織の拳銃不法所持は、毎年摘発事例が記録されており、日本国内における、 拳銃不法所持の摘発件数の上位を占めているが近年では一般人の間でも拳銃の不法所持が増加ており拳銃を用いた事件が多発する原因となっている2013年に米国テキサス州の非営利団体ディフェンスディストリビューテッドが 3D プリンターを使用して拳銃を製作するための設計図をインターネットで公開したこの銃は リベレーターと名付けられ、設計図をダウンロードすることで、3D プリンターにより、プラスチック製の拳銃を作る、ことが可能である。これにより対面販売と異なり誰でも身元調査、なしに銃器を手に入れることが可能で、凶悪犯、テロリスト、精神的に、重い病を抱えた人、子供なども、銃を入手できるようになるという懸念が強まっている。また、作成された銃は、 プラスチック製であるため金属探知機に感知されず、安全保障面での問題も指摘されている。設計データは後に削除されたが、YouTube などでそういった銃の設計についての画像が公開されている。日本では2014年5月8日、3D プリンターを使い女子で制作した拳銃を警察への届け出なしに所持したとして、川崎市在住の湘南工科大学職員の男性が 拳銃の不法所持、銃刀法違反容疑で逮捕された。警察が男性の自宅を固く捜索した際、同様の拳銃らしきもの5丁が見つかり押収。そのうちの2つは鑑定した結果、殺傷能力のあるものとみなされた。男性は、拳銃は自宅にある 3D プリンターで印刷し、自分で作ったが、違法だとは思っていなかったとしている。 3D プリンターを使った拳銃の複製品での応酬、検挙はこの事件が日本初である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。